皆さんこんにちは、ミネオです。はい、今日は以前に575オンラインにて私俳句の達人としてやっていた時にですね、録画したものが残ってましたのでご披露したいと思います。それではどうぞ。おはよう。お、いきなり朝から元気がいいね。やっぱり朝はこのぐらいね。おはよう、元気よくね。今日も綺麗だね。これはあれかな、あのご主人から奥さんに言ったのかな、どうなんだろう。頭のてかり、いやおかしい、さっきちょっと頭手入れしてたから。許してあげて、許してあげてね。ご主人にそういうこと言っちゃうとちょっとね、またトラブルになっちゃうからね。しはい、ねんちさんとの共作でした。ありがとうございます。はい、では次の作品いってみよう。いい加減にしてよ。あんたこそいい加減にして。ごめんなさい。ね、ここは謝っとこう。もう夫婦喧嘩においてね、ご主人の立場というのはもうとりあえず何か言われたら謝っておきましょう。ね、そうすれば大体物事が収まります。決してね、言い返したりしちゃダメだよ。ね、とりあえず謝っとこう。七瀬さんとの共作でした。ありがとうございます。はい、次の作品、行ってみよう。金玉。こらこらこら、誰や誰や誰や、あかんよ、今コンプライアンス厳しいんだから。ダメ、通報しました。まあ、お願いします。いや、それはね、通報されちゃいます、ね、そういうことを言って笑ってる年頃じゃないでしょね。木の上に点々をつけて銀玉、これにしましょう。こうすれば坂田さんも喜んでくれるでしょう。舞妓さんとの共作でした。ありがとうございます。はい、では次行ってみよう。すごい、7文字がこれだ。7文字何かな、気になるね。とても気になるね。必殺いちごパンチを見せてくる。やめてあげてくださいね。息子さん困ってます。お母さん、やめましょう。これ危ないです、危ないです、ね、いちごパンツはそっと隠しておきましょうね。名作つくろさんとの共作でした。ありがとうございます。では次の作品行ってみましょう。ツンデレの彼女のパンツは、ウサギさんまた出てきた。ウサギさんまた出てきちゃった。ごめんなさい。なんで出てきたん。はい、七瀬さんとの共作でした。ありがとうございます。はい、次の作品行ってみましょう。おい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 おが多すぎる。おが多すぎる。アザラシさんとの共作でした。ありがとうございます。では次の作品行ってみましょう。なんでなん、なんやろ、なんか不満に思うことあったんかな。大丈夫か、大丈夫なんか。宿題多くてなんか漏れそう。何漏らしたん。いや、宿題多かったとしても何漏らしたん。はい、道明寺ココアさんからの共作でした。ありがとうございます。では本日最後の作品となります。慎んでどうぞ。いい加減にしてよ。ごめん、大好き、俺もだよ。ちょっと赤面しちゃいますね。奈良さんとの共作でした。では、一段としてはこちらの方で終わりたいと思います。またよかったら皆さん覗いてやってください。失礼いたします。いつも皆様動画ご覧いただきありがとうございます。これからも頑張ります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。